ワン、キャッチウェイト戦の若松優也がまさかの TKO 負け。ワンチャンピオンシップ、ワン163、秋元 VS ペッチタノン。2022年11月19日、土曜日シンガポールインドアスタジアム。下向き黒三角フライ級、61.2kg、139ポンド、契約5分 3R。かける若松優也、日本。1R 2分46秒 TKO、パウンド。ゼロウソンフン、韓国。若松は、5連勝後に2022年3月の 1X で当時の1世界フライ級王者アドリアーノ・モラエス、ブラジルに挑戦。モラエスのテイクダウン、バックからも正対し、逆にテイクダウンを再三奪うも、3R にギロチンチョークを極められ、一本負けで王座体感ならなかった。進化を見せながらも世界の頂点にあと一歩届かなかった15勝5敗の若松の再起戦の相手は当初、9月29日に中国のシェウェイに決定していたが、シェが怪我で欠場。ワンシュオに対戦相手が変更されたが、そのワンが最終計量 62.82kg で 1.62kg の体重超過で試合は中止となっている。仕切り直しの8ヶ月ぶりの試合は、ワンで中国勢と共に心境著しい韓国から、オクレユン、ハムソヒ、コンウォンイル、キムジェウンに続くウソンフンが若松の対戦相手となった。ソンフンは、2016年に WLF でプロデビュー後、2017年から8連勝。日本のウォードックにも参戦し、オーソドックス構えからの左右の強い蹴り、下がりながらの左ジャブでダウンを奪いパウンドアウトしている。また、2022年2月の四日市フェアテックス戦では、四日市の左ローからのダーティーボクシングの左アッパーに、頭を下げて右を強振。わずか18秒、で KO 勝ちし5万ドルのボーナスを獲得した。一方で、2022年4月のウィンドソン・ハモス戦では、ソンフンの打撃に引かないハモスが組で勝負。ソンフンもバックを譲っても締めを防御、後半はテイクダウンも防いだが判定負けを喫している。自身初の連敗は何としても避けたいところだ。そのソンフンとの試合に向け、若松はシンガポール入り後、初回の計量で規定体重は作ったものの、ハイドレーションテストをクリアできず、頭髪を丸坊主にしてフェースオフに臨んでいる。最終的に水分を補給し、139ポンド、63.04kg、ハイドレーションテスト 1.0023 で体重超過。韓国のウソンフン、134.25 ポンド 60.89kg 1.0074 に賞金の 40% を渡し、139ポンドのキャッチウェイトで対戦が決まっている。1R、先に右ミドルハイから入る若松。ソンフンはサウスポー構えを見せる。右ストレートを突く若松は右ハイも、ブロックするソンフンも圧力をかけるが、若松の左フックを浴びて、片膝を落とす。オーソドックス構えに戻すソンフンだが、スイッチを繰り返し、サウスポー構えから左ストレートを当てると、若松は交代。さらに左右を当てて若松を追うと、若松の左の首相撲に左右を当てて剥がすと、回る若松。追うソンフンは組に来た若松に左膝、カウンターでもらい下になった若松に、